へえいやーなんかこう考えてもねわからないんですけどめちゃくちゃリアルな話ですね。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあこのチャンネルですね本当に各界からいろんなね、えー、素敵な方来ていただいてるんですがもうとうとう。 プロ野球界のスターの方も来てくださいました。もう長年ね、ロッテの方でキャッチャーとして大活躍をされ、WBC では世界一にもなったというすごい方です。ご紹介させていただきます。里崎さんです。お願いいたします。はい、よろしくお願いします。<laughs> いや、とうとうですか。とうとうですよ。僕が。はい、降臨。だって僕、 見てるんんでですすからいやこれ嬉しいんですよ皆さんねあの、はい、フジテレビの方でね、はい、あの先日ちょっとこの僕がある番組に出る前にメイクルームでね、はい、台本を読んでたら横からね「島田さん YouTube 見てますよ」っていう声聞こえるんですよ。うん、でえっと思って上げた顔そこにいたのが里崎さん、はい、何なんですかあれいや僕 YouTube で発見した時にこの島田さんの YouTube、はい、鳥肌立ったっす <laughs> <え>まあ、<き>もともと好きなんですよ。あ、こういう話お好きなんですかシワソンの見つけて、なんやこれはと思って。<laughs> で、聞いたら、やばいなと思って。<laughs> だから嬉しくて本当にね聞いていただいてるんだなと思ったのが「ファンキー中村さんの回怖かったっすよね」いやあれやばかったっすよねあの教えの中に入ったら逆さ向いてるっていうしかもリアルな。でねもう嬉しいなと思ってダメ元でね「ちなみに里崎さんって怖い話なんかないっすよね」って言ったら「ある」っていうふうに言っていただいてなんとですねご自身の体験談そしてお友達から聞いたお話ということで。 2本お持ちいただいたので、はい、今回はその体験談の方、披露していただきたいと思います。皆さん、お楽しみに。今回ですね、あの、まあ、コラボということで、僕も出させていただいております。はい、チャンネル名をお願いいたします。えー、佐々木きとまえのゲスト部屋っていうところで、はい、島田さんとコラボしてますので。そこではなんと、僕もね、いろんなプロ野球選手の方たちの手相をもう何百人見てきたんですが、はい、その中ですごかった手相、選手、ベスト3。はい、そして、えー、里崎さんの本性を暴く手相診断。はい。 の方もやらせていただいてますいや。まさかあんなねな。あるとは思わなかったですけど。一言で言うと、やべえやつです、ね。<laughs> そうそうです、ね。はい、<laughs> 皆さん、概要欄貼っておきます。ぜひ、はい、ね、チャンネル登録、そして、グッドボタン、よろしくお願いいたします。プロ野球のね、球場とか、ありますよね。はいはい、とかにまつわるお話とか、プロ野球界で有名な、ちょっと怖い話とかってあったりするんですか。か 僕の聞いた話によると、あの、やっぱり選手の中には、霊感の強い人もいるわけです。<ー>ただ、僕らは全く感じたことなかったんですけど、その人が言うには、あの、っていう球場があるんですけどね。あの、言っちゃってますね、完全にね。はい。<laughs> っていう球場があるんですねっていう。あ、があ,あるんです。あるらしいんですよ。あるんですあ。あるんですか、ね、あなたがずっとやってた場所なんです、それは。はい。はい、そこの、その人が言うには、もうだからもう、10年、20年。 まあ10年以上前ですね。はい、にその人が言ってたんですけどその,あの「いやーこのチームのファンの人はすごいなー試合終わっててもこんなに人いるんや」って言ってでその駐車場車を置いてるところに人がめちゃくちゃいたらしいんですよ。えー、もう何百人単位で。でこんなに出待ちするぐらい熱狂的なファンなんやすごいなこのチーム。って言ってよくよく見たら。 全員霊だったらしいです <laughs> だからその一人とかじゃなくってもうそんなたくさんの方たちがいた <laughs>、はい、だから駐車場のところでこうやって立ってたらしいですでもやっぱりそれは、まあ、生前、うんはい、本当にロッテを創価してた方たち方あるし,あるし、まあ、土地っていうのもあるし <laughs>、はい、でもそんなもう世の中とこにも変えるのにそんなこと聞かされた日や <laughs> でも僕は何も感じたことないです、ねえーあ。でもやっぱ感じやすい方はそういうのが見えてたってこともあったんですね。へ、はあ、えー、あるんですね。はあ、球場にまつる話なんていうのと。で、その方が見えるから、はい、いつも球場入りするときとかは、そのあるところの球場とか行くと。あ別の球場ですね、はあ。見えちゃうらしいんですよ。<ー>そういうのが。だから見えすぎちゃうから、もういつもそのバスタオルをかけて球場入りするらしいんですよ。ええー、<laughs> そんなはい、あ、見えちゃうんで。 っていう話をしてたんですよ。はい。その球場に入るときに、バスの中で。ある球場ですね。はい。はい。はい、ある、どこかは言えないですけど、ええ、その、僕とかそのチームメイトで、その話をしてたらしいんですよ。その人が言うには、バスの中とかにも入ってくるのが見えるらしいんですよ。そ<ー>球場する。はあ、で、その時も、あの、選手とかと、その、ホテルから球場に向かうときに、そういう話になったんですよね。で、ええ、じゃあ、 もうここもいるんじゃないですかみたいな。いや、て、窓とかに貼り付いてるんじゃないですかことか。で、いや、僕ら見えないですから。えー、言ってたんですよ。でも、あの、その方は、その、ロッテのチームじゃなかったんで、ね、はあはあ、他のチームの人でそういう話あるっていうのを聞いてて、じゃチーム名だとか、いここもやばいっすね。いや、じゃあ、そこもいるんじゃないですかいや、ここ今もう来てんじゃないですかみたいな感じで、冗談交じりに言ってて、まあ、そういう話になって試合に行ったんですよね。はい。その試合の。で、まあ、僕はもうその時、レギュラーだったんで。 試合出ますよね、はい、で普通にで試合出て戦っててもうあの前半戦でで大量得点で勝ってたんだからもう相手ももうエースクラスからもうルーキーの選手が出てるんですよ、ねうんうん、経験積ませようというかで試合も終盤になってこっちももうそれまでも打ってるとよし一発逆転ホームランここ一発打てる時に狙って思い切っていってやろうと思った時にツーボールになったんですよ。はい でルーキーじゃないですかもう100パーアウトコースやと思いっきり踏み込んでライトに打ってやろうって言って思いっきり踏み込んでいったんですよ、はい、思いっきり踏み込んでいったボールが頭に向かってきてえで頭に直撃してよけれないですやっぱ踏み込んでいくで頭に直撃して病院に運ばれました <laughs> それって何かねだからその直後だったんでその日だったんですよ、はい だからいややももうあんななこととは冗談でも言っっちゃ思てそうまあねただのまあ偶然なのかもしれないですけどやっぱりそういうねちょっとちゃかすような、うん、そんな感じのことだったのでちちょっっと気になっちゃいますよねだからもうそれからはもうあのその球場に行くことがあったらもうあのお清めしてでまだあとあの「よろしくお願いします」って心の中でつぶやいてからもう行くようにしてるですよ。へえ。 それからはもうその球場で試合があったとしても何事もないです何<ー>もう怪我もしたことなければ逆に何かそういうデッドボールでもそうですけど痛い目に遭ったことも一回もないんですよ、はあ、それからそういうちゃんともうお清めして全部ちゃんとやってから行くようにしてまあ全国にあるある球場ってことですよねはいじゃあそこはでもそんなこと起きないじゃないですかそんないきなりそうですねはいで僕その時頭にデッドボール当たったの人生で初めてだったんですよ 直撃したんで、これ大丈夫ですか？はい。直撃したこと一回だけですよね。あ、でもその後はありますよ。当たること。ああ,、はい、あ、じゃあだからあ、じゃあの球場かって皆さん分かっちゃうんじゃないかなと思って。もうそれはもう分かったら分かったらですよね。<laughs> <laughs> <laughs> まあね、そういう、はい。それはもう勝手な人、その人が勝手に思ってるだけなんで、ね、ああ<ー>、はい。わかります。でもそういうのはやっぱ。 考えるとか思うのはいいですけどやっぱり茶化したりしちゃうのダメやなっていう。そうですね。あれがもう直接絡んだなっていうところが球場でもあるんですけどであとなんか僕あの息量ついてるらしいんですよ今現在今現在はわかんないんですけど現役時代,その役時代はい。そのある人に言われて、ええ、そよく見える人に、はい、佐々木さん息量ついてますよって言われてついてるんですかって言って じゃあやばいんすか?」って言ったら「ああ里崎さんに悪影響は1ミリもない」って言って、うん、でもついてるはいだからそばに寄ってくる女の人は害があるかもわかんないって言っててへえ<ー>女の人ついてるって言われてだその人が多分里崎さんのことが大好きだから、はい、他から来る方たちに対してこう危害を加えるかもしれないっていう、はい、でそれのいやそれ、まあちょっと 言われた時と年度が違うんで、共通あるかどうかわかんないんですけど、僕、あるマンション住んでたんですよ。はい。で、そこで、試合、ナイター帰ってきますよね。そうしたらもう、12時回って、うん、まあ12時から4時ぐらいが僕のゴールデンタイムぐらいになるんですよ。<laughs> 4時までだって家に帰ってくるのが11時、12時なんで。そうか。ただ起きてるの4時間なんで。ああ<ー>。で、7時に家に帰ってくる人が、11時と一緒じゃないですか。 そこから寝てもお昼まで寝るんであ<ー>ナイターなんで、はい、だからそこがまあゴールデンタイムなわけですけどもう周りはもう圧倒的に静かですよね、うん、もうみんなそのマンション寝てるわけですからある時期だけなんですけどその1時から4時の間にとてつもない爆音で非常ベルが鳴るんですよ、うん、もう「レーゲーン!」って言ってそのベランダについてる。 おベランもう火災報知器の非常ベルがとてつもなくバコンでなるんですよ。うん、で最初は何なんやと思って火事なのかなと思ってみても別に火事も何もなくただ鳴ってるだけなんですよ。でそれが何日も続くんですよ。はあである時にその近所の人にそのマンションの人に会うことがあったんで「いや最近世の中に火災ベルですかねあの非常ベルみたいな」 すごい爆音で鳴りますよね?」したら「えっ鳴りますか?」って言われたんですよ。聞こえてないですかえ鳴ってますよ、ね、ってうん。いやー聞こえたことないですけどねいや寝てて気付かへんのかなと思って夜中だから、えー、でもあ非常ベルってありえないぐらいでかい,いでか、うん、そうですよね飛び起きちゃいますよ<あ>普通。でいやでもそれでも鳴るんですよ。その毎日日ははらないでですけどもう数日に1回は必ず爆音で 1分ぐらいやり続けるんですよ、えーうん、だから僕としては僕の責任にされても困るんでめちゃくちゃ心配だったんですよ。はい、だから会う人会う人にたまに近所の人に会うと「こんにちは」っつって「なんか最近夜中に非常ベルの爆音すごくないですか?」っつっても「え鳴なってますか?」ってみんな言うんですよ。<ー>え。え俺だけなのかな聞こえてんのと思って。<laughs> ってある時にその当時使ってた彼女が、はい 一緒にその寝室で寝てた時に寝室の扉がこれぐらい開いてたらしいんですよ。うん、である時金縛りにあったらしくて、ええ、でもまあ僕は隣で寝てるんですけどで目開けたらそのドアこれぐらい開いてるところの先に白い服着た女の人立ってたらしいんですよ。で見てたらしいですずっと、ええで。それから あのもう一人で行くの嫌だって言われて <laughs> 家にこの縛りにだからもちろんそれは生きてる人間じゃないってことですよ、ね、そうそうそうさその真っ白い人がそこのこれぐらい空いてる扉のところの廊下でずっと立ってたらしいんですよでも僕は分かんないですよはい見えてないですもんねは寝てたんですかもああ<ー> それってさっき話してた生き量かもしれないし。でやっぱり里崎さんには気がいないけども、はあ、近づいてきた女性にっていう。いついついついでそのベルも何なん,なんやっていう。で<も>僕しか聞こえてないんですよだからそのベルとそ生き量はまた別なのかなって思っちゃった、はあ、したんですけど、うん、なんかそういう時にねまあ僕も変な癖で考えちゃうんですけど。うん <laughs> いつも大体同じ時間じゃないですか深夜の鳴るのが。だから以前そこで火事があったのかなその時間にっていう。だからそういう記憶がずっとループしててそこに住んでる人にはそこでの火事のそのベルが聞こえちゃってるのかなとか思ったんですがそういう話って以前その部屋ではあったんですか聞いたそれもでもたったすぐだったんで。ああだったらおかしいですよね。さんが その部屋でしか鳴ってなくて他の人が聞こえてないからな、はい、ぜこの部屋だけなんだって話になってきました、ねはい、しかもなんで僕だけしか聞こえないんっていうそうなんですよねしかも爆音って鳴ってんのにっていうで1分ぐらいですよね、はい、ずっとで止まったり着いたりまたするんですよ <laughs> へえ<ー>あ止まったと思ったらまたリリリリ時間ってなりましたそれは前後ありましたいやそれも12時から4時の間の中のどっかですでも 現役でね試合もあるのに、うん、そんな猫飛び起きてたらもう大変でしたよねはいでもずっと起きてるんでその時間が僕は出てることはないんですよあそっかそっでも常に聞こえててへ<ー>いまだにあれは何だったんだろうと思っていや不思議ですねいやだからやっぱりそこで以前火事がとか思いますけど、まあ、新しいマンションなわけですもんねそそうですまだ地区そんな 何年も経っってなかったでっす、ね、新宿ではなかったですけど、ね、何年も経っってなかったっ、ね、えその期間でどれぐらい続い続たんですかそれでも一時だけでしたねそのなんか1か月とか2か月ぐらいの間でで、ね、でも結構続いたんですねでも衛星で外に出ちゃうと分かんないじゃないですかああじゃあ鳴ってたのかもしれないし、はあはあ、でも多分鳴ってたとしても僕しか聞こえてなかったら<ー>多分他の人鳴ってるかどうかも分かんないんで不思議ですねでその2か月ぐらいでピタッと音も止んだっていうそうそう,そうあ気づいたら鳴らなくなったっていうへえ いやーなんかこう考えてもねわからないんですけどめちゃくちゃリアルな話ですねそうなんですよでもな,なんでなのかっていうのは僕に霊感も全くないしもう一回聞いてもいいですか、はい、そのき量があった話がありました、はい、でもしかするとその彼女さんはそのドアの隙間から白い服を着た女性を見たってその白い服を着た女性ってなんか心当たりって、はいはいはい、僕見てないからわかんないんですよその白い服とか言われてもなんかピンとはもう全くかんないですか、はあ 誰なんでしょうねその方もね。はい、うん。でもまあ熱烈なファンの方だったんでしょうね。の可能性もありますしね。<ー>それか元可能なのかなっていうのもあるし、ね。一量ですもんね。はい。いや面白い。なんか全然イメージなかったんですけど、はい、もうオープニングの当からずーっと怖かったですよ。そうなんですか。はい。でも本当に未だかつてわかんないですね。 ぜひあの、次回はですね。うん、はい。お友達から聞いたお話。いや、これはもう本当と,とてつもないですええー、僕は僕そうだったんですけど。いや、僕の話はもう本当に10メートル層ぐらいですけど、その僕の友達のリアルな話はフルマラソンぐらいやばいです <laughs> 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 俺死んじゃうかな大丈夫かな俺。はい、あ。僕が今まで聞いた中で一番やばいですちょっと皆さん次回。<laughs> これはちょっと期待していただきたいですね。はい、これはもうぜひ期待してもらいたい。ちょっとあの本当に覚悟がある方だけ、次回はご覧いただきたいと思います。はいはい、いや、すごかったです。 あの、今回ですね、コラボさせていただいております、里崎さん、もう一回チャンネルのお名前をお願いします。はい、はいはい、佐々木崎智也のゲスト部屋っていう。はい。<laughs> あの、この方、めっちゃめっちゃ喋ゃりが流暢で、<laughs> すごい、ずっと漫談をやってんのかなってぐらいの感じなんですけども、はい、そこにお邪魔させていただいて、<laughs> はいえー、僕が今まで見たですね、えー、すごかったプロ野球選手の手相ベスト3、そして々崎さんの手相鑑定もやらせていただいてます。合わせてね、そちらもぜひチェックしていただいて、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。 これは次回期待ですね。はい、ぜひお楽しみに。皆さんぜひ楽しみにしてください。というわけでゲストは里崎さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。島田修平オンラインサロン。超常現象研究会。1ヶ月無料キャンペーン実施中です。皆様のご入会お待ちしております。詳細は概要欄からお願いいたします。